が獲得した、アデイニー・エチェバリア選手の話を、していきたいと思います。アデイニー・エチェバリア選手はですね、まあロッテが補強した内野手ということで、まあ、彼についてはキューバ出身なんですけど、亡命して、アメリカ国籍になってる、元メジャーリーガー、まあ、あの2020年まで、現役でメジャーで試合に出てるんで、まあ、実績は、十分な選手ですね。まあ、そうですね、アデニー・エチェバリアに関して、僕が言いたいこと、これはねもう一つでして、まあ、エチェバリア選手のバット投げが美しいんですよ。これ、マジで美しい。で、あのメジャーリーグ、あの YouTube とかでね、アデニー・エチェバリアバットフリップとかで検索すると、あのバット投げの、とことか出てくるんですけど、本当にね、あのホームランとか、ホームランかな、ホームラン打った時のバット投げが非常になんか中村典さんを彷彿とさせるような、バット投げをするので本当に美しいです。はい、バット投げがすごいかっこいいんで、見てください。はい、で31歳ですね、来年32歳っていう感じの、まあ中堅どころといった感じの選手ですね。身長 182.9センチ、体重 83.9キロで、守備位置がショート、サード、セカンド、まあ内野どこでも基本的に、まあ一塁以外は守れるっていう感じですね。で右投げ右打ちという感じの選手ですね。まあ彼を獲得したい意図っていうのは、まあ今年のロッテはちょっとショートが藤岡雄大ですかな、だったんですけど、まあ、ちょっと打力に不安があるというで、まあ、あと鳥谷選手もまあちょっとショートで起用するのはちょっと厳しいっていう感じで、まあ、ショートを任せたいのかなと個人的には思いました。はい、まあ、そういう感じの選手ですね。井口監督がね20本を期待したいというようなことを言ってたんですけど、メジャーでは2桁ホームランを記録したことは一度もないですね。まあ、長打力はメジャー通算37本塁打と言われてますけど、メジャーで9年もやってますからね、まあ、あの出場試合数が多い割にはちょっとホームランが伸びてないっていう部分が、まあ、やっぱあまりホームランを期待できるタイプのバッターではないのかなっていうふうに思うところですね。まあ、ちょっとこれを言うと良くないと思うんですが、打撃の傾向としてはあの今年のエスコバ結構似てる、あの打撃に関してはねっていう感じですね。で、まあそうですね、まあ、ただね、あれです、ロッテのライトの、彼ですね、ライトの彼です、ライトの彼、名前をど忘れしてしまったんですが、ライト、ロッテのライトの外国人選手ね、あの選手の、まあ、そんな大砲型じゃなかったんですけど、日本に来て大砲型になったので、ちょっと頑張って名前を思い出そうとしてるんですけど思い出せません。はい、ということで、やっていきましょう。でアデニー・エチェバリア選手は、まあ、エスコバーとタイプが同じって言ったのは、まあ、そのフォアボールをあまり選ばないっていうところですよね。まずはフォアボールは選ばないけど三振は少ないっていうタイプの、まあ、バッターですね。まあ、そこが、まあ、エスコバーに似てるかなと。積極的にガンガン打っていくタイプで、あまり長打はないっていう感じのバッターっていうところがエスコバーに似てるかなと思います。2020年に関してはね、ちょっとどうしても長打が出なかったっていう部分で、まあ、そこが評価が あまり伸びないんですけど、2019年とかは9ホーマー、2018年6ホーマー、2017年8ホーマーって感じなので、あ、マーティンですね。マーティンです。ロッテのライトはマーティンです。まあ、マーティンみたいに長打力が、まあ、日本に来て覚醒するっていうパターンを期待しているのかなって思うっていう話がしたかったです。で、まあ、そうですね、ただ基本的にはやっぱりこう2桁ホームランいかないぐらいなんですよね。まあもちろん出場試合数がね97、94、84ということで、まあ、試合数が少ないんでフル出場してれば2桁打つぐらいの感じの長打力ってイメージですね。15本、調子よくて15本いくかなぐらいのイメージだと思います。はい、まあ、そういう感じのタイプのバッターですね。で、まあ、足に関してはなんかそんなに盗塁はしてないんですけど、まあ、足はねメジャーの平均を上回るぐらいの足はね、記録してたんですけど、最近ちょっと衰えつつあるっていう感じですね。で、まあ、スリーベースが多い
っていうのが特徴ですかね。スリーベースヒットが多くて、盗塁はあんまりしないし、成功率も決して高くはないんですけど、スリーベースヒットに関してはちょくちょく出ているという感じですね。ただここ数年やっぱスリーベースヒットも出なくなってて、まあその辺が脚力の衰えによるものなのかっていう部分ですよね、気になるのは。まあそんな感じの、まあそういうタイプのバッターです。はい。でまあそうですね、打球についてバレル率でいうと2020年驚愕のゼロという、まあ、捉えた打球を打てなかったっていうところがありますよね。まあ他のシーズンで見ても、まあ、やっぱりバレル率はあんまり高くない、打球に角度をつけるっていう技術が必要になってきますから、まあ、そこがねどうしてもグラウンドボールヒッターなので難しいっていう、まあ、ハードヒットの割合もそのコンタクトヒッターゆえにどうしても伸びないっていう部分はありますよね。まあそういう部分はちょっとあるという感じですけどね。まあ見てもらうとゴロの割合が基本的に多いですね。ラインドライブの打球もまあ多いシーズンがあったりはするけど、まあでもそこまで、まあ、特筆してずっと多いという感じでも特にないので、まあやっぱゴロを打つタイプのバッターかなというふうに思いますね。内野安打に関しても、まあ、22.7、まあ、2020年すごい多いんですけど、まあ、内野安打もまあそんなに、まあ、右バッターっていうのもあるとは思いますけど、まあ、まあ右バッターとしては、まあ、まあまあって感じですかね。はい。で打球の傾向ですね、これは彼はね面白いのは、多分2010年のマーリンズとかこれ逆方向の打球の方が多かったりみたいなね、2015年もそうですね、引っ張りより逆方向の方が多いみたいな、そういうシーズンが結構ありつつ、最近はでも引っ張りの多いシーズンもあったりして、この年が9ホーマー打った年、2019年が9ホーマー打った年だと思うんですけど、まあ、この年は結構長打が多かったんですけど、引っ張り多めのバッティングをしてたって感じですね。まあ、でも基本的には両翼に打ち分けるというか、まあ両翼広角に打っていくタイプかな。引っ張り方向の打球がそんなに多くないっていうのが彼の特徴だと思いますね。まあ最近は引っ張りちょっと強めではあるんですけど、数年前は引っ張りが少なめでかなり流し打つ感じのバッターだったので、そこは面白いバッターかなと思います。はい。で球種の話をしていきたいと思いますけど、まあ、球種に関してはね、まあそうですね、フォークに対して一応プラスの数字が出てるっていうのは、あとチェンジアップカーブに対してまあ一応マイナスではあるんですけど、マイナス幅が小さいので、チェンジアップカーブみたいなそういう前後に揺さぶる変化球に対しては対応の余地があるのかなっていうふうに思いますけど、直球ですよね、直球に対する数字と、あとシンカー、まあ、ツーシーム系ですよね、これに対する数字が、まあ、マイナスになってるっていうことで、まあ、速球に対してちょっと弱さがあるのかなというふうに感じる部分ですね。まあ、つまりは、まあ、直球に弱いということは変化球に強いということなんで、そういう対応力は持っていると。ただまあ直球に、差し込まれる場面っていうのが、どうしても発生しちゃうかなっていうのは感じられるけど、ただ日本はねアメリカよりは球速が遅くなるんで、まだね対応の余地がある可能性もあります。まあ、あとは日本アメリカのシンカーっていう球種と日本の、ツーシームっていう球種はなんかちょっと分かれつつあるっていうか、アメリカのシンカーっていうのはもうすごい100マイル近い90マイル後半とかで手元で素早く食って曲がる変化球ですよ。日本で例えば山崎康明とかが投げてるツーシームってあれフォークみたいなもんじゃないですか。あれ実質僕はフォークだと思ってるんですけど、あれはもうフォークみたいなツーシームっていうのが日本ではすごい一般的になり、なってますよね。あれをツーシームと呼んでますけど日本では、まあ、つまり、まあ、別々に変化しつつあるので、まあ、そういう部分もいろいろ考えると、まあ、単純に速球に弱いっていうのは一言では言いづらいのかなと、いうふうに思います。はい。でまあボールゾーンをスイングしていきますけど、ストライクゾーンもしっかりスイングしていくっていうタイプの、
まあ、ちゃんと、まあなんて言うんですかね、ゾーン管理能力があるという感じですかね。まあ問題の守備なんですけど、まあ2020年に関しては基本的にセカンドでの出場がメインですね。まあセカンドで結構起用されてるシーズンもありますけど、まあショートでね1000イニング守ったシーズンも結構あります。まあショートで起用するにあたって一応ねショートの数字見ていくと、DRS がマイナスだったシーズンがね、まあ、2017年しかなくて、基本的にはプラス、2015年とかもプラス12とか出てますよね。で、うずらに関しても基本的にはずっとプラスなんですよね。まあマイナスのシーズンもちょっとありますけど、まあプラスのシーズンが結構ありつつという感じですよね。まあショートの守備で言えばメジャーリーグの平均より上程度の守備はあってほしいなと思うんですけど、いかんせん2020年11イニングしか守ってない、少しずつショート守るイニング数が減っていってる。で、加えて、まあ、単純に減ってるだけじゃなくて、ショートの守備指標っていう部分もまあちょっと落ち込みつつあるという部分があるので、まあメジャーリーグの平均から考えるとショートの守備は、まあ、平均から平均したちょい下ぐらいの守備になってくるかなと。まあこれはメジャーリーグの平均なんで、まあ日本に来てどれくらいあれかわかんないですけど、まあ何よりねメジャーリーガーの内野手が来るっていうのは一番その魅力的なのはその見せる守備ですよね。メジャーリーグ特有のこうなんていうんですかね、うまさというよりは見てて面白い守備っていうのがあるので、まあ、そういう守備力は期待できると思いますね。まあ映像とかね探してもらったら出てくると思いますけど、アデニエチェバリアはね早急肩も強いんで、まあそういう意味で見てて面白い選手かなと思います。セカンドとしての起用が増えてますけど、まあセカンドとしては一応プラスの数字、うずらプラス、 DRS はマイナスって感じで、セカンドは、まあ、DRS がずっとマイナスなんですよね。まあセカンドはあんまり好きじゃないのかなって、得意じゃないのかなって思ったりします。まあサードとしてもマイナスなので、まあここが起用法に悩むと思いますけど、まあ僕だったらまあショートで使いますね。見せる守備があるんで、見せる守備で多分それで金を取れる選手なんで、まああとはその打撃と守備との兼ね合いですよね。まあその辺他の打線のメンツとかも考えつつ、まあ考えて おかなきゃいけない部分ではありますけど、僕はショートで使いたいと思います。はい。であとはね、ただアデニエチェバリア結構ねスローイングのエラーが多いっていう部分があって、まあ、2016年とかももう13失策のうち10失策がスローイングのエラー、まあ9失策とかね、普通に毎年絶対1回はスローイングエラーをしているということで、一塁手ですね、一塁手大事だと思います。まあ、今年はロッテはアジャが結構守備うまかったですけど、まあ頑張ってね、アディニエチェバリアの送球を頑張って拾ってあげるっていう必要があると思いますので、まあ、一塁手は大事になってくるかなと思います。はい。まあ、そういう感じの選手ですね。で、まあ、左に強いです。はい。左に強くて、左相手だとフォアボール増えるという、三振は同じぐらいですね、フォアボールが増えるんで、まあ、とにかく三振じゃない、左バッターが、好きという、で左ピッチャーが好きというタイプのバッターですね。で打球の傾向ですが、まあ、さっき言ったように、まあ、コンタクトヒッターなんで基本的にホームランはそんなに多くないですね。逆方向にホームランがちょくちょく出てることもあります。ただ、まあ、でも基本的にホームランは引っ張りで、まあそうですね、広角にというか結構やっぱ逆方向に打球寄ってますよね。なんか引っ張り方向には特に外野には飛んでないっていう傾向っていうのが見て取れるかなというふうに思います。はい。スイング率ですけども、まあ、やっぱガンガン振っていくタイプなんでね、結構振っていきつつ、まあ、外角に関してはまあ見極めできていると言えるんですけど、まあ他に関してもガンガン打っていくタイプですね。で、まあ見ていきますと、得意ゾーンはやっぱインコースちょっと低め、真ん中低めぐらいのこの辺のコースに関してはアデニエチェバリアは得意コースかなと思いつつ、まあ、ただ低めのボールゾーンに関しても、まあ、そこそこ数字が出てるんで、まあ、インコースもね強いんで、まあ、日本はストライクゾーンがうちによるので、まあ、ということを考えると、まあ、インコースの処理は問題ないかなと。
で、まあ、低めのこういうボールに対してガンガン振っていくと。で落ちるボールに対しての数字がね、一応ポジティブには出ていた。あとチェンジアップとかに関しても一応ポジティブに出ていたので、まあ、低めのボールゾーンの変化球に対してこう、まあ、振ってしまうかもしれないけれども、まあ、バットに当てるなりヒットにするなり、そういう技術は、まあ、あると、うん、だから、まあ、ボールゾーン落ちる球を振ってしまっても、まあ、なんとかできるんじゃないかと俺は思いますね。まあ、今年のエスコバーなんか見てても、エスコバーもクソボール振ってるんですけど、それをクソボールをなんとかバットに当てる技術があったりします。こういうタイプのバッターはやっぱりこうなんていうの、独特の感性を持って打ってるっていう印象があるので、まあ、大丈夫かなというふうに思いますけどね。まあ、問題は高めかな、高めの直球、まあ、高めに弱点があるので高めの直球振らされるっていうのはちょっと怖いかな。高めの直球に差し込まれる、もしくは空振りする、まあ、こういう部分は、まあ、弱点になってくるかなっていうふうに思いますね。はい、ということで、アデイニエチェバリアの、成績の予想を、しました。はい、まあ、今回はいろんな数字大量に打ち込んできましたけど、まあ、メジャーでの出場が一番多いんで、メジャーでの出場をもとに、成績を予想してきました。で、まあ、まず盗塁の数5、3、これはちょっとね、まあ、盗塁ちょっと多めに持ってますね。まあ、そんなにしないんじゃないかなって思ってます、僕は。はい、あと、まあ、いや、他のこの辺の話からしとくか。この辺の話をしておくと、まあ、直球に対して打率が悪いんですけど、ただ XWOBA はプラス結構いい数字で出てて、で翌年2020年は打率向上して、まあそこそこの数字なんで、まあ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 、直球に対しての数字っていうのは、まあ、直球に弱点があるとは言いつつも、まあ、直球に対処することは、まあ、そんなにできないことはないのかなという部分がありつつという感じですね。はい、まあ、基本的にはそのね、空振り率っていう部分はそこまで不安にならないタイプのバッターなんで、あとはヒットが出るかどうかっていうところですよね。で、ボール球のスイング率はメジャーの平均の 1.2 倍ぐらい、1.25 倍ぐらい振ってる感じですけどね。ボール球のコンタクト率も非常に高い数字なんで、なんていうんですか、バットに当てることはできると。で、まあ、初球からガンガン打っていくと。でスプリントスピードに関しては、まあ、ちょっと衰えつつあるのかなという、まあ、数字が減少してきているという状況ですね。でホームラン基本的に引っ張り中心で、まあ、逆方向に3本叩き込んだこともあるんで、まあ、やっぱ両翼ですね、レフトとライトどっちかっていう感じのタイプのバッターだと思います。はい、でまあそうですね、結構ゴロが多いんで、でゲッツー多いんですよね。ゲッツー21個とか、普通にゲッツー2桁結構記録してるんで、ゲッツー多いですね。まあ、これはゴロを打つタイプのバッターなんでしょうがないと、割り切るしかないでしょう。打率2割5分2厘、うん、まあ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 、今年の藤岡選手2割3分ぐらいだったと思いますが、まあ2割5分なら、まあ藤岡選手と勝負して勝てるぐらいの、まあ、打撃力はあると言えると思います。で三振の数95、まあ、三振率1割9分、まあそんな3桁三振をするようなタイプのバッターではないんで、まあこんな感じかなっていう数字ですね。でまあフォアボールはあまり選ばないんで、2割5分2厘の打率で出塁率3割3厘っていう感じになっちゃいます。まあそこがねちょっと弱点ですよね。出塁率がどうしても伸びないっていうのはちょっと彼の不安要素ですよね。まああと見栄えが悪いっていう部分もちょっとありますし、まあそこをその淡白な打撃、まあエスコバー、今年のエスコバーなんかもそうですけど、淡白な打撃に長打がついてこないと意味がないんですよね。ただ淡白な打撃でたまにヒット打ったりヒット出なかったりしてあーって感じの選手だと、うんってなっちゃうので、そこに長打力が、そこに長打力があれば恐れられる選手になってくるんですけど、まあ、そこですよね。で、まあ、長打力、まあ、井口監督は20本期待したいと言ってましたけど、まあ、11本にしました、はい、これはいろいろ加味して、パークファクターとかも加味して計算したものなんですけど、まあ、11本、まあ、メジャーでもね、多分フルシーズン出て15本打てるぐらいの
長打力はあるんですよね。っていうことを考えるとですよ、っていうことを考えると11本でも少ないぐらいじゃないかって気はしなくもない、しなくもないけど、まあでもメジャー通算で本塁打率84っていう、まあ結構長打力のないタイプのバッターになってるんで、まあそこがね、まああれかなっていう、しょうがないかなっていう部分ですね。ただここ数年ですよね、2017年とか2018年とか2019年とかホームランがね結構出てるんですよね。それまではホームラン出ないタイプのバッターだったんですけど、まあ、ホームランが出るようになってきているっていう、ここがね、まあ、これを加味するかしないかで結構悩んだんですけど、まあ、長打力がもしかしたらそのついてきてるかもしれないよね。ただ2020年はホームランゼロに終わってしまったので、ちょっと何とも言えないっていう部分ですね。まあでもとりあえず、まあ、無難な方、11本、ホームラン11本で、まあ、ツーベース多めな感じの、にしました。まあホームランが増えたらもうちょっとツーベースが減ることでしょう。はい、まあそういう感じのタイプのバッターです。まあバントも一応カウントしておきましたけど、エチェバリアにバントさせるかどうかはちょっとよくわかんないですね。まあ多分しないんじゃないかなって思いますけど、まあ難しいところですね。まあそんな感じの選手です。はい、ということで、まあ2割5分2厘11本、まあショートでね、あの見せる守備してくれて、このぐらいです。まああの昔ロッテにいた同じタイプでいうとクルーズ、ルイス・クルーズとかもそうですけど、まあそういう感じのね、こうなんていうか、まあ印象深い選手、なんか記憶に残る選手になってくれたら嬉しいなと、僕は思いますね。はい、ということで、いやまさかショートの外国人選手を補強するとはちょっと思わなかったので、これはすごい楽しみですね。まあエスコバーの二の舞にならないように、まあ、エスコバーがなぜ失敗したかっていうのは、これ間違いないところとして、あのホームランが出なかったっていう部分があるんですよね。エスコバーが もうちょっとホームラン打ってればまた印象も変わってたんですけど、エスコバーはただのアヘタンなので、フォアボールで塁に出ない、しかも塁になってくるんで、あのフォアボールで塁に出ないバッターだったら、まあまずね、あのボール球投げとけばいいやっていう感じになりますよね。なって、でそこから長打があればね、もうちょっと警戒されるんですけど、長打がないんで本当にね、あのエスコバーは良くなかった。まあそういう部分が、もう少し長打が出て警戒されるようになれば、エチェバリアももう少し数字を残していけるかなって個人的には思います。はい、ということで今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回、バイバイ。